初めてこういう形で皆さんにこうエールをもらえることができてすごく勇気をもらいましたし、私たちがこうやってパリで私たちが皆さんに勇気や感動を与えるようなプレーをして日本を元気づけれるように頑張っていきたいなというふうに思いました。この3年間でチーム力ってすごく上がってきました。最初の方はすごく大変だったんですけど、今はチーム一人選手一人一人が自覚をと責任を持って戦ってやってくれてるので、もうこれからあと3週間ほど必死に練習して、あとはもう全力で楽しんで戦うだけだなっていうふうに思ってます。私はその泥臭いプレーが得意というか、そこが見せどころだと思ってるので、スリーポイントもそうですけど、走ることだったりリバウンドとかルーズボールのこう苦しい場面でこう働きができるような選手でパリで頑張っていきたいなというふうに思います。はい、金メダルです。目標は金メダルなんですけど、とても苦しい戦いになると思います。それでもやっぱり私たちは全力で戦い、日本の皆さんに勇気や感動を与えるようなプレーをして、最終的に金メダルを取りに頑張っていきたいなというふうに思います。皆さんも必死に戦っているんだなっていうふうな共感できる気持ちだったり、皆さんがいるからこそ私たちも頑張れるっていうふうな気持ちになりましたし、子どもたちからもすごく勇気をいただいたので、チーム一丸となって戦いたいなっていうふうに思いました。